そして田中誠也、右に回っていきます。中央に戻した大本、そして高橋克実、ジャンパー決まった。新潟のファーストポイント。さあ今度は新潟のポジション、大本のスリー、これも右サイドから決めていきます。そしてあっとここはスティール、新潟一気に前線押し上げていきます。遠藤前から高橋克実、素晴らしいデザインでシュートを決めました。新潟遠藤前、ドライブを仕掛けようかというところ、中央スリーポイントを狙う、決まる。さあピークのシュート、フェイダーウェイ、これは決まらない。中央井上総一郎、スリーポイント決まった。来ました、また分かり次第確認していきます。さあこれは決まっていきます。大泉のスリーポイント。そしてここで第1クォーターにリバウンド7本決めているアイザック・バスです。ここのスリーポイントは決めてきた。今日は8人でこの試合乗り切らなくてはいけません。非常に苦しい状況。ここは決めてきた長野、左から右に攻めます。白いユニフォーム新潟、浅いピックを使って、さあ中央に入ってきてシュートを放つ、決まった。さあ遠藤前、遠藤前左に振った、田中誠也が決めてきました。ひときわ大きい井上、しかしここはパスカット、新潟のスティール、遠藤、遠藤がドライブ決めてきた。着実に得点を重ねていく LJ ピーク。しかし遠藤前スリーポイントを狙う、このリバウンドを取ったのはジョシュ・ハーター。おお、そして決めてきた。ジョシュ残り3つでこの試合を迎えた松山ですが、今日すでに2つスリーポイントを決めていますので、あと1つ決めますと B2 で通算3。高橋克実が正面から決めて、高橋克実、遠藤前、遠藤前とピークのマッチアップ、遠藤前スリー狙ってきました。これで遠藤総一郎です、日本代表。さあ遠藤前ハイパスムール、高橋克実、長野伊予左に振って、大本のスリーポイント決まった。大本、遠藤前、遠藤、遠藤前ビームアタック、キックアウト、このスリーを決めた。よく決めました。行く、さあ大本、高橋克実、うまくパイパスムールが、さあまずは白いユニフォーム新潟、笹井カンタがボールを持ってドライブして得点を決めてきました。笹井カンタ、最も少ない、まあ失点です。越谷、高橋克実スリーポイント、102対55。さあ遠藤、遠藤前キックアウト、あーっとこれも1回ボールはじいた、右に展開、パイパスムール、フェイダーウェイスリー、田中誠也から長野へ、長野パスムールのスクリーンを使ってうまいドリブル決めてきた。さあ高橋克実が自ら左ウィングからスリーポイント。さあしかし今は B リーグ、大本のスリー決まった。大本はいい。さあ大本、遠藤前、遠藤前、遠藤前のリムアタック決まった。70点に乗ってきた新潟です。さあ残りは9秒。